皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。 KT オムチャンネル KT です。皆さん、新しくこうレンズとかを購入した時にピント合わせの確認、ピントがちゃんと合ってるかどうかの確認ってされてますでしょうか。実際に、まあ、そんなに、ずれてることも少ないかとは思うんですけれども、若干なりとも、まあ、自分が意図したところにピント合わせたいと思って、それよりも若干こう前方に来てるのが前ピン、奥に行ってるのが後ピンっていう形で、多少のズレがある場合も、あるらしいんですね。そんな時に、メーカーさんに、まあ、ピントの調整を出して、しっかりとピントが合うように調整していただくのも、一番いい方法なんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりそこは優勝になってくるので、まあ、費用もかかりますし、レンズだけではなくてカメラも一緒に、出さないといけないので、その間撮影ができない、手元にレンズもカメラもないっていうような状態になってしまうので、自分で簡易的にできる、ピントの調整の方法っていうのが、あったので、それをご紹介させていただきたいなと思います。今回ご紹介させていただくのは、スタジオ Q さんの方で、紹介していただいてた簡易ピント補正チャートっていう、こういったですね、 A4 サイズのチャート用紙に、まあ、組み立ての見取り図が書いてあって、これをカッティングしていって、3ミリぐらいの段ボール用紙に貼って組み立てるっていう方法で、実際にこんなキットができます。実際にここの、まあ、物差しの0があって、まあ、プラス1、プラス2、プラス3という形の、表示で、マイナス1、マイナス2、マイナス3という表示で、どれだけピントが、前だったり後にずれてるか、もしくはしっかりとこの0のところに、近いところで、正しくピントが合っているのかっていうのが分かるキットになります。で、まあ、箱は何でもいいので、しっかりとこう固定できる垂直に立つような箱に貼り付けていただければいいかなと思います。ポイントとしては、この物差しスケールのところを、このですね、 AF のターゲット台紙のしっかりこの矢印のところとスケールの矢印のところが合うように、3ミリほど、この AF のターゲット用紙を若干ですね、上の方にずらして貼っていただくっていうのが、ポイントとなります。この、まあ、組み立てる際の注意のところにも、段ボールの厚み分3ミリぐらい、角からずらすのがポイントですよというふうに書いてくださっているので、実際にもし作られるのであれば、これを元に作っていただくのもいいんじゃないかなと思います。で、実際に、僕も今レンズ持っているものを確認してみたんですけれども、嬉しいことにしっかりとピントが合ってましたので、逆に言うと、ピンボケであったり、ピントが甘いのは腕のせいっていうことになるので、そこはしっかりと腕を磨いていきたいなと思ってます。もし仮になんですけれども、ピントがちょっとずれてる、後ろに来てるなとか前に来てるなっていう時は、中級期以上の一眼レフカメラであれば、ピント調整が自分で、カメラの、機能でできるっていう形になってます。ニコンで言えば AF 微調整っていうモードがメニューの中にあるかと思うので、そこで、調整ができます。で、各レンズごとに、できますので、実際に、まあ、新しくレンズを買ってみた際には確認を、もしずれてれば調整していただくのがいいかなと思います。あくまでも、まあ、しっかりとしたメーカーに出すわけではなく、ご自身での確認となりますので、その辺もご了承いただいた上でご覧いただければなと思います。それでは、簡単なピント調整のキットをご紹介させていただきました。また次回もご覧ください。ありがとうございます。